僕、ルーコロ、秋葉原、小浦駅間の、線路内で架線を支える柱が、倒れたため、現在も山手線、池袋、東京、多摩駅間と、京浜東北根岸線、東十条、品川駅間は運転を、見合わせ、振替輸送を言っています。山手線は多摩、新宿、池袋駅間で、運転を再開していますが、列車の折り返しに時間を、要することから、運転本数が通常時より少なくなっています。また、京浜東北根岸線の折り返し運転を言っている区間についても、ダイヤが大幅に乱れています。JR 東日本によると、普通区間の運転再開は15、0頃の見込みとしています。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。